オーランドペースはアメリカ合衆国を配サ衆ダースキー出身のアメリカンフットボール選手。NFL のセントルイスラムズ、シカゴベアーズで13シーズンプレイし7回プロボールに選ばれた。現在フリーエージェントポジションはオフェンシブラインマン。地元の高校で彼はオフェンスライン及びディフェンスラインとしてプレイするとともにバスケットボールでもセンターとしてプレイした。 オハイオ州立大学に進学した、彼は1996年に彼ジフットボールのオフェンス及びディフェンスラインのうち最も優れた選手に渡されるアウトランドトロフィーを受賞。1995年、1996年とオフェンス及びディフェンスライン並びにラインバッカーのうち最も優れた選手に渡されるロンバルディ賞を受賞した。 1996年のハイズマン賞の選考でも4位となった。彼の強烈なブロックはパンケーキのようであると形容された。1999年にスポーツイラストレーテッドが企画した20世紀の NCWA オールタイムチームではロン・ヤーリー、ジョージ・コナー、ダン・ディ・アドルフ、ボブ・ゲインを差し置いてビル・フラリックと共に先発オフェンスタックルに選ばれた。 なおこの際に選ばれた85人の中には、オハイオ州立大学から彼の他に、ジム・パーカー、アーチ・ー・グリフィン、クリス・スピルマン、ジャック・テータムが選ばれている。1997年の NFL ドラフトで、ペイトン・マニングがエントリーを辞めて、テネシー大学に戻ることが発表されると彼はたちまち、ドラフト全体1位指名権を持っている、ニューヨーク・ジェッツの指名候補となった。 ドラフト前日に、ジェッツとラムズの間で、全体1位指名権を含むトレードが行われ、彼は、オフェンスラインとしては、ロニアーリーが1968年に、ミネソタバイキングスに指名されて、以来となる全体1位で、ラムズから指名されて入団した。その年9月20日のオークランドレーダーズ戦で、初先発するとそれ以降全試合に出場した。二年目の百九十八年には、 全16試合に出場し、プロボールの予備選手に選ばれた。1999年には、チームオフェンスの百9 9 4プレイ中896プレイに出場し始めて、プロボールに選ばれた。ラムズのタックルの選手がプロボールに選ばれるのは1990年のジャッキー・スレーター以来のことであった。この年チームは第回スーパーボールに出場し、 優勝を果たした。2000年オフェンスの前線13プレー中99.3%に当たる1006プレーに出場したが1回もホールディングの反則を取られなかった。この年ラムズは NFL のシーズンパス記録を更新した。2001年には4年連続16試合に先発出場し、アダム・ティマーマンと共にオフェンスの全プレーに出場した。この年チームは 第36回スーパーボールまで進出したが、ニューイングランドペートリオッツに17から20で敗れた。2002年、ふくらはぎやハムストリングを痛めて6試合に欠場したが、プロボールにはこの年も連続で選出された。2003年、トレーニングキャンプの大半を欠場したが、全試合に先発出場した。この年チームオフェンスは、 NFL2 位の平均27.9得点を挙げた。2004年フランチャイズ選手に指名された彼は長期のホールドアウトを行いシーズン開幕直前に1年702万ドルで契約を結んだ。2004年、2005年も全試合に先発出場した。彼はプロ入り3年目の1999年から2005年まで7シーズン連続で プロボールに選ばれたがこれは、チーム史上、マーリン・オルセン、トム・マックの殿堂入りを果たした2選手及び、トム・リクターに次ぐ4人目の快挙であった。2006年怪我に悩まされており、同年11月12日のシアトル・シー・ホークス戦で、左腕の上腕筋を痛めて故障者リスト入りして、シーズンを終えた。翌2007年には開幕戦の、カロライナ・パンサーズ戦で左肩を痛めた結果、 手術が必要となり1試合の出場にとどまった。2008年シーズンまでの12年間で7回、プロボールに選出されたが2009年3月10日、サラリーキャップを600万ドル開けるためチームから解雇された。同年4月2日、シカゴベアーズと3連戦5 0 0万ドルの契約を結んだが11月29日のミネソタバイキングス戦で負傷し11試合の出場に、 とどまり2010年3月1日チームから解雇された。ベアーズから解雇された後、他チームと契約することなく現役生活を終えた。彼の力強いブロックもあり1999年から2001年までの3年間ラムズから MVP としてカートワーナー、マーシャルフォークが選ばれた。2013年、カレッジフットボール殿堂に選ばれた。 将来のプロフットボール伝道医が期待されている。ありがとうございます。